ベースボールにおいて一番重要であるピッチャーという存在。特に先発投手の出来次第でチームの勝敗を決め、優勝チームには必ず絶対的なエースが存在しました。その一方で計算できる投手が存在しなければ優勝することはできません。今回は世界一打たれたと言っても過言ではないこの投手をご紹介しましょう。元近鉄のミスターバファローズ、鈴木啓示。草根と呼ばれた雑草魂を武器にパ・リーグ最多記録となる最多奪三振を8回記録。現役時代に挙げた勝利数は通算317勝、 NPB 歴代4位の記録を誇り、先発勝利数288勝は NPB 第1位。さらには開幕投手に14試合登板して9勝2敗は歴代最多勝利記録。弱小だった近鉄のエースとして数々の記録を打ち立てた NPB 屈指の名投手。しかしその強気な性格が災いし、打たれたホームラン560本は2位を大きく離す歴代1位の記録。 MLB 記録の522本を上回る不名誉な世界記録。さらに監督時代に野本確執があり、名選手名監督にあらずの代表格ともいえる鈴木啓示。しかし優れたコントロールを持ち、通算無四球試合の78試合も日本最多記録。監督時代の印象からどうしても凡勝のイメージが強いものの、現役時代は間違いなく名投手でした。そんなミスターバファローズをいつまでも忘れてはいけません。